藤原厚忠は、平安時代前期から中期にかけての苦行、歌人。藤原北家、左大臣、藤原時平の三男。官位は、十三味、県中納言。三十六河川の一人。小倉百人一首では県中納言厚忠。第五朝後期の演技二十一年十五石下に助着し、演技二十三年十十に任ぜられる。 第五長末の延長6年15以上、左平差に除任されると、右門差、左小野江県少将と武官を経て、上平4年14位した、左小野江県中上建造人等に任ぜられる。天行2年14以上、三義に除任され、苦行に列すす。天行5年には、千人の三義4名を超えて、一挙に、十三位、県中名言に助任されるが、 翌天行6年3月7日皇居、去年38。美貌であり、和歌や歓言にも秀でていた。五千和歌集以下の直線和歌集に30種に集。歌集に、厚忠集がある。五千和歌集や、山和物語等に、政子内心の多多くの女流歌人との贈答歌が残されている。五千和歌集、周囲和歌集、朝忠州には、伊勢、藤原清正。 藤原浅忠、藤原惚れ政等様々な人物との交流が見られる。還元では、厚忠の死後に還元の名手であった源広政が音楽の女優でもてはやされるのを見た老人たちが、厚忠の生前中は、源広政等が音楽の道でおもんぜられるとは思いもしなかったと嘆いた、との逸話が大鏡で語られている。 比叡山さんの西坂本に音ト側を引き入れた別業を有していたという。厚ツは北の方を非常に愛していたが、ある時北の方に対して、自らが短命で間もなく死ぬであろうこと、死後にはその北の方が厚ツの華麗である、藤原文則と夫婦になるであろうことを予言し、事実その通りになったという。苦行部人による、県中ナゴンアツに関するカテゴリありがとうございます。